第3回ユーザーが選ぶ白ドラキャラランキング結果発表ということで、今回もやってまいりました白ドラ大好きキャラの石原です。そして楽しみです。よろしくお願いします。ということでですね、今回も第3回行いました白ドラキャラランキングとなっております。今回ですね、第1回第2回とちょっとテーマ変えまして、はい、本企画白ドラプレイヤーたちの投票で、あなたが主に使用しているリーダー、うん、サブリーダーは一体何ですかという今回質問させていただきました、はい、それをですね今回集計いたしまして、うん、ランキングを発表となります。さらに前回から導入いたしました白レベル分け、はい、今回も導入しております、はい、白レベル44以下部門、そして白レベル45以上部門、白レベル45以上だとアビリティがね入ってくるよということなので、うん、そしてですねさらにリーダーサブリーダーにするとき、うん、ソロでのリーダーサブリーダーなのか、マルチでのリーダーサブリーダーなのかも分けました。なので今回結構バーッと並ぶかもしれませんけれども、早速ね見ていきたいと思いますが、よろしいですか。大丈夫ですよ。それでは早速気になる投票結果の発表をしていきたいと思います。まずは白レベル44以下ソロ部門見ていきたいと思います。リーダーとサブリーダー合わせてこちら、じゃかじゃん。はい、はい、ということで今出ておりますが、キメラ、ね、ソロのリーダーもサブリーダーもどちらもキメラが1位。キメラでしたよ。キメラってそんなにリーダー向けのキャラじゃないような気もするんだけど、印象でしたけど、うん、自分はソロでのサブリーダーキメラにするんで、うん、ああやっぱり1位になったんだなっていうのはあるんですけど、でもよく見てください、サイボックスも確かに確かに時点で結構ね得票率競ってるんですよ、うん、でもサブ見てください、キメラのこの圧倒的わかりやすい、そう、投票してくれた白レベル45の人たちの4分の1が、ね、キメラがよく使うよって言ってくれてると、うん、今これ見ただけでも中型ではなくても大型がトップ5占めてると。そうですね、うん、ソロも大型じゃないですか、うん、ってことは白レベル44以下の人たちって大型2個って、そうですね、そうかもしれない、うんうん、まだ中型が育ちきってないから大型を両方固定にしてるって人多いかもしれない、ね、うん、なので意外とその上位に大型、リーダーになってるのと、サブリーダーでも大型が、はいはいはい、はい、いい分析じゃないですか気づきませんでした一方で、ね、マルチはどうですか。マルチいってみましょうか、はいはい、白レベル44以下部門のマルチ部門結果を見ていきましょう。リーダーサブリーダー合わせてこちら、じゃかじゃん。はい、うん、見ました。変わってますよ、ガラッと変わりましたね。はい、大型は1体しか入れられないわけですよね、うん、どちらかリーダーかサブリーダーかどちらかですね、はい、ということでマルチリーダーに出てるのは中型が上位に、確かにアシュラね、うん、今流行りアシュラ流行ってるなと。で得票率もちょっと頭抜けてますかね、うん、11% ぐらいで出てるという感じです、うん、2位につけてるのが大型ブードロフ、うん、まあ、これもなんですかね、まあ、スキルでしょうね。そうですね、リーダーにした時の恩恵がでかいんでブルードラゴンは、うん、それで選ぶ人も多いのかなって感じいう感じですね、はい、そしてマルチのサブ見ていきましょう。でこれはねあのソロのサブとほぼ一緒です。そうですね、これはまあもうソロのサブ見れば、はい、まあ納得の結果じゃないですか。そうですね、もうここでもやっぱキメラは上位に食い込んでるのと、うん、もうレッドドラゴンゴーレムトップ5一緒ですねそのまま使ってるって感じじゃない、うん、そうなんですね、マルチと確かに、うん、レッドドラゴンにしてもゴーレム、ヒュドラ、ヴィーナスにしても乱戦に強そう。はいはいはい、特にマルチはね、ヒュドラはそうでもないのかな、うーん、どうだろう。これもソロのサブで使ってるからそのままね、そんなに大型何体もまだ育ってる人いないかもしれないんで、はい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 、そのままマルチでも使ってますって人が多いかもしれない、ね、が多いかなという感じですかね、うん、はい、というわけで白レベル今ね44以下部門、ソロ部門とマルチ部門見ていただきましたけど、三次元さんいかがでしたか。西高さんも言ってたけど、うん、やっぱ中型がまだ育ってなくて大型2固定とか、はい、大型をまだ特定キャラしか育ててないみたいな人が多くて、なんかその結果になったのかなっていう気がした。あー、ちょっと分析合ってた、合ってたっぽいよかった、ね、あとは新しめのキャラはやっぱあんまり入ってこないんじゃないかな。最近発売されたリリスとかさ、はいはいはい、まだ入ってきてなかったじゃない、うん、この辺もやっぱ影響してんのかなとランキングにね。そうですね、思いました。それではですね、続いて白レベル45以上の方たちの投票結果に移っていきたいと思います、うん、まずはですね白レベル45以上アビリティ環境、はい、ソロ部門の結果から見ていきます、はい、こちらじゃかじゃん。はい、うん、出ました。これまた変わったぞさっきさ大型2固定だとか言ってましたけど、もう全然違うもんね。ガラッと変わって中型が入ってきます、はい、アシュラ、ゴーレム、デビル、キメラ、ヌボボと、
この辺はもう僕リーグソロで回ってて、はい、体感とまあほとんど大差ないです。同じくです、うん、大体こんな感じだなと思ったぐらい。そうですね、アシュラはね今、まあ、とにかく多いでしょ。多い、めちゃくちゃ当たります。僕も自分で使ってますけど、すごい相手にアシュラ多いですから。さっきも言いましたけど、アビリティね、うん、アビリティアシュラですよ。もうみんな光ってます。ここで中型入ってくるってことは大体アビリティなんだけど、はい、5位ですよ。そうなんですよ、5位にソロのねリーダー、アビリティでもないのにムボボが5位にリーダーで食い込んできたんですよ。これはねやっぱ今はね万能ですからね、とにかくね。そうですね、まあ本当にムボボと一緒に横に大型なり中型の結構火力キャラなり置いてても回復もね一緒にやってくれるので、うん、それはかなり強いな。強いですね。バットはまだアビリティ来てないですけどね、やっぱ情報修正が入って少し増えましたね、うん、あとは2位のゴーレムとかはあからさまに連発しますもんね、リーダーでアビリティだとね。3位のデビルなんか、はい、フェスの優勝者の方がデビルのアビリティだったじゃないですか、ね、はい、あの後からもう光ってるデビルがバーって出てきた。売れましたよね。サブの方はやっぱあの44以下部門と一緒でみんな大型ですね。大型ですね。10位まで全部大型。もうほとんどサブリーダーが大型運用っていうことなんでしょうね。まあまあそうでしょうね。サブで中型でランク入ってきて一番上が騎馬兵だったんですよ、はい、ランキングでは乗ってないですけど、はいはい、中型のトップは騎馬兵で、はい、その次はヌボボだった、はい。だから一部のね、なんその上位というかランカークラスの人たちが割とそういう運用をしてたりするんで、なるほど、視線誘導というか、ね、いるだけで結構あたふたしちゃいますしね。金バッジとかさ、アビリティ2とかの騎馬兵がすごいね、はい、注目されて止めづらいっていうのがあるんで。続きましてですね、白レベル45以上のマルチ部門見ていきたいと思います、はい。リーダーサブリーダーはこちら、ジャカジャン。はい、うん、出ました。これもちょっと変わったね。だいぶ変わりましたね。変わらないのもいるよ、うん、リーダーがアシュラですか。アシュラはやっぱもう流行ってるよね、明らかに。明らかに流行ってる。みんな多分ね、動画見てる方も、うん、あのいやそりゃそうだよだって当たるもんってみんな思ってると思います。フェアリーマルチでは確かにすごい活躍してますよ。これもだからアビリティでしょ。44以下部門で入ってないんで、はい、それが5位に食い込んでくる。そうですね、だいぶね違いあります、ね、回復量もさることながら召喚数増えてますから。召喚数増えますね、はい、1人がフェアリーリーダーいるだけで後ろからもういけいけみたいなのがすごいんで、ね、状態上も回復してくれるし、ヌボボにもでもまたランク上がってますからね。上がってますから ね、回復も兼ねてると。取りでも取れると。ゾンビも実はこれマルチリーダーで入ってますけど、ソロでは入ってないですからね、はい、アビリティでゾンビ出されるとさ、すっごい増殖するじゃん。先にあれで大型切らせるみたいなこともできるし、はい、それでゾンビ使ってる人多そうですけど。なるほど、うん、さあそしてサブですね、うん、はい、見ていきますが、ブルードラゴンとサブ、これがちょっと入ってきてるなっていう。これはやっぱりさっき言ってた激流ブルードラゴン、一気にその乱戦をこう、はい、対応できる。鳥からね、空からね、全部一気に、ね、できるっていうのと、サタンも同じくですよね。闇玉の発動一発だけで一気にこう引き寄せてバッとこういける、うん、まあ、やっぱ乱戦向きのキャラクターが入ってきてるなっていう印象ですね。リリスも入ってきてるんですよね、これね、実は。これね、でもほんと使いやすいんですよ。ソロはずっとリリス裏やってるんですけど、はい、マルチもこれ実は強えぞっていう感じになってきてて、最近マルチでもリリス使ってます、はい、あ、そうなんですか、はい、乱戦になるじゃない、やっぱマルチって、うん、ずっとね、ターゲットがある状態が作れるんですよ。後ろの方からずっとターゲットがある状態が作れるから、はいはい、それでずっとスキルが出るみたいな。もっと流行るんじゃないかなと僕思って本当に、うん、そしてですね、今回もおまけのアンケート、ね、皆さんにちょっと答えていただきました、ね、ありがとうございます。今回はですね、一緒に暮らしてみたい、はい、動物系、まあ、アニマル系のキャラはということでございました。結果早速10キャラですね。10キャラありましたので見ていきたいと思います。こちら、じゃかじゃん、はい、出ていましたけども1位フクロウ、圧倒的ですね、これね。圧倒的ですよ、これ、うん、これ私の予想通りだったなと。西久保さんフクロウって言ってたもんね。言ってた言ってた僕はね、ジャイアントサイがいいって言った言ってたんですよね、はい、全然低くない、全然低かったね。でかいからかな、なんでだろう。そうっすね、家じゃなかなか買えないからっていうのもあるんじゃないですか。やっぱ可愛い系が上位来ましたね。フクロウ、ペンギン、うん、フォックス、うん、確かに。ラビットあたりまでね。ラビットまで、そうですね、うん、かわいい感じですもんね。確かにね、あの一緒に暮らしたいってなると、うん、家にこうマンションなりね、一軒家なり暮らすとやっぱり小型動物、フクロウこれぐらいじゃないですか、うん、ペンギンもまあおそらく実際これぐらいでね、うん、そこ以下元の動物でいくよ馬、ゴリラ、パンダ、サイ、コウモリ、はい、カメ。コウモリとカメに関しては、うん、まあ
なんで人気なかったのかなっていう感じですかね。バットはね、今ちょっとやられてる人多いからって話もあるよね。強いからだから。実際今対戦しててさ、はいはいはい、ちょっと憎しみが込められて生まれてきちゃってる人も多いかもしれない。あいつめっていうね、バットなんかすぐ固められるんだよこいつにみたいな。おそらく可愛いとかね、飼いやすいとか、疲れてる人は眠らしてほしいとかあるのかもしれないですね。これもちょっと面白い結果でした、はい、ありがとうございます。はい、全ての結果、見ていきましたけれども、はい、金重さんいかがでしたでしょうか。あのね、前回強い弱いでさ、はい、白レベルで分けたじゃないですか、うん、で大した差が出なかったんで、出てなかった出てなかった、まあ、別に分けなくてもいいんじゃないと思ったら、はい、今回ですよ、はい、だいぶばらけましたね。これはね、部門でね、部門で分かれた、分けて面白かった、ちょっと面白かったですね、うん、大型ニコテなんじゃないかみたいなのがあったりだとかアビリティは中型がいいんじゃねえかとか、うん、あのそういうのがちょっと顕著に分かれて見れたのかなと思います、うん、これもね、また第4回第5回とこう続けていければなと思ってるんですけども、はい、いろんなテーマでね、そうテーマどうします。いや、分かんないどういうのがみんな知りたいのかなとかありますから、はい、もしよければコメント欄とかにこういうちょっといい、ね、テーマ見てみたいなとかいうのがありましたら、うん、参考にさせていただくかもしれません。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。というわけでですね、本日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。よろしければ評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回の白ドラ大好きグラム動画以上となります。また次回の動画もぜひご覧ください。ありがとうございました。バイバーイ。